48メガの大容量が可能にした数々の新システムを搭載。スーパーファミコン本格 RPG ナムコテイルズオブファンタジア。48メガの大容量が可能にした数々の新システムを搭載。ついにその全貌を現す。今ナムコが送る本格 RPG スーパーファミコンナムコテイルズ・オブ・ファンタジア。もう一人じゃない。運命の扉を今ナムコが開ける。プレイステーションテイルズ・オブ・デスティニー。運命の扉を今ナムコが開ける。プレイステーションテイルズ・オブ・デスティニー。君はもう一人じゃない。去年の僕は孤独で街でケーキを売っていた。足手まといだ。今僕には共に戦う仲間がいる。プレイステーション用ファンタジー RPG ナムコテイルズオブデスティニー12月23日発売。みんな行くぜ。あのケーキ、そこの若い、この占いバーが運命を見てしまう。剣と巨大な水晶球、そして共に戦う仲間たち。こんな数奇な運命は初めて。プレイステーション用ファンタジー RPG テイルズ・オブ・ディスティニー12月23日発売。その日このディスティニーはそなたのものになる。ナムコ。俺自分の腕を試してみたいんだ。ソーディアンが相まみえた時、運命の歯車が再び回り始める。なぜ神の目を。友達なんかじゃない、なんかじゃないよ。テイルズオブデスティニー地上編第1弾発売中。ムービック。その剣との出会いが彼らの運命を変えた。回り続ける運命と繰り返される歴史の物語。ドラマ CD テイルズオブデスティニー地上編全3巻ムービックより発売。ナムコテイルズオブファンタジア。君はこの伝説の物語を始めたか。プレイステーションナムコテイルズオブファンタジア。奥義時空走破山。全てはここから始まった。テイルズオブファンタジア。力を貸してください。バッチリじゃん。忍法知らぬ。やがて運命へと紡がれる物語。ナムコプレイステーション用 RPG テイルズ・オブ・ファンタジア好評発売中。何のために戦うのだろう。誰もが誰かのために、何かのために、そして少年は友のために。今悲しみの涙を乗り越えて少年は時を超える。ドラマ CD テイルズ・オブ・ファンタジア全3巻ムービックより発売。その轟きは天の怒りか、舞い上がる砂塵は地の悲しみか。繰り返される時の首輝を彼らは解き放てるのか。天と地と神の目をめぐる物語。ドラマ CD テイルズ・オブ・デスティニー天上編全3巻ムービックより発売。ゲームボーイカラー。あそこで女神になりきってんの、お前んちの姉ちゃんじゃねえの。乗り切って行きましょう。テイルズ・オブ・ファンタジア乗り切りダンジョン。ナムコ。ゲームボーイカラー。お前んちの母ちゃんのなりきった姿すっげえな。なりきり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 。乗り切って行きましょう。テイルズ・オブ・ファンタジア乗り切りダンジョン。ナムコ。ナムコがお届けするテイルズシリーズ最高傑作。この冬の RPG テイルズオブエターニア。ナムコ。
われる強さ、変わらぬ思い。ナムコがお届けするヘルズシリーズ最高傑作、この冬の RPG テイルズオブエターニア。グラフィックがすごく綺麗でしょ。すごいなんかハマらない気になるんです。次の展開が喋ってくれるのが面白い。あとミニゲームとかも入ってる。よく知ってるね。この冬の RPG テイルズオブエターニア。自分から攻撃仕掛けたり、アニメーションがよくできてるからね。あと一人一人に言葉がある。あ、テイルズオブファンタジアの部分なんですか。この冬の RPG テイルズオブエターニア。テイルズオブエターニア、ナムコが送る人気 RPG 最新作。テーマは変われる強さ、変わらぬ思い。世界を揺るがす大事件に巻き込まれた少年たちの成長の物語が綴られていく。戦闘はアグレッシブリニアモーションバトルシステム採用。より仲間と密接につながり、よりプレイヤーの意思を反映できるようになった。ファンタジア、ディスニーに続く待望の第3弾、シリーズの集大成が CD3 枚組で登場。テイルズ・オブ・エターニア、11月30日発売。変われる強さ、変わらぬ思い、そして仲間たちの思いの行方は。テイルズシリーズ最新作、テイルズ・オブ・エターニア、プレイステーションで11月30日いよいよ発売。ナムコ。ガーネットクロウニューシングル、フライング。インペリアとセレスト対面する2つの世界は近い将来滅亡を迎えるという。その危機を救うべく立ち上がったのは名もなき4人の若者であった。常夏の島ベルカーニを舞台に繰り広げられる大冒険。新番組テイルズオブエターニア、1月8日月曜日夜6時からノースクランブルにて放送開始。冒険は空を越えて、テイルズワールドが君を待つ。しかも左右に女の子がいるぞ。どれなんだろう。答えはこれをプレイすればわかるわよ。え、君は誰。私はプリムラ。あのテイルズシリーズのキャラクターが夢の共演。ナムコプレイステーション用テイルズオブファンダムボリューム1、3800円で好評発売中。あれ、俺が映ってる。しかも隣に髪の長い女の子がいる。誰なんだろう。答えはこれをプレイすればわかるわよ。え、君は誰。私はプリムラ。あのテイルズシリーズのキャラクターが夢の共演。ナムコプレイステーション用テイルズオブファンダムボリューム1、3800円で好評発売中。今回は顔ドラだって。こういう役はファラにでもって。あれ、ファラは。時を超えた出会いがたくさんあるわよ。え、君は誰だ。私はプリムラ。あのテイルズシリーズのキャラクターが夢の共演。ナムコプレイステーション用テイルズオブファンダムボリューム1、3800円で好評発売中。ゲームボーイアドバンス。着替えた数だけ冒険がある。テイルズ・オブ・ファミリー登場ショー、テイルズ・オブ・ザ・ワールドなりきりダンジョン2。ゲームボーイアドバンス。着替えた数だけ冒険がある。テイルズ・オブ・ファミリー登場ショー、テイルズ・オブ・ザ・ワールドなりきりダンジョン2。ナムコ。その先に君の求めるものがある。運命を解き放て、ナムコテイルズオブデスティニー2。その先
るものがある。運命を解き放て、ナムコテイルズオブデスティニー2。その先に君の求めるものがある。運命を解き放て、ナムコテイルズオブデスティニー2。ナムコ、お飲み物はいかがですか？回復の水ください。回復のグミならございますが。じゃあそれで。英雄と同じ地に向かおう。テイルズオブディスティニー2でハイデルベルクの旅。プレイステーション。人一人、自分の大事な人も守れない奴が英雄になんかなれっこないです。プレイステーション2用ソフト、ナムコテイルズオブディスティニー2、6800円で好評発売中。運命を解き放て。だからたとえどんな結果になろうと、彼と共に歩むわ。そう決めたの。プレイステーション2用ソフト、ナムコテイルズオブデスティニー2、6800円で好評発売中。運命を解き放て。恐れるなカイル、その先にこそお前の求めるものがある。プレイステーション2用ソフト、ナムコテイルズオブデスティニー2、6800円で好評発売中。運命を解き放て。ニューアルバムフェアリーテール。私たちの冒険がゲームボーイアドバンスに登場。君と始まる RPG、 ナムコテイルズオブファンタジア。ナムコゲームキューブ。君と響き合う RPG、 ナムコテイルズオブシンフォニア。ナムコゲームキューブ。RPG テイルズオブシンフォニア。ゲームキューブ。君と響き合う RPG、 ナムコテイルズオブシンフォニア。ナムコゲームキューブ。君と響き合う RPG、ナムコテイルズオブシンフォニア。ナムコゲームキューブ。君と響き合う RPG テイルズオブシンフォニア。ナムコが誇る伝説の RPG テイルズオブシリーズ最新作、その名もテイルズオブシンフォニア。任天堂ゲームキューブで登場。世界を救うため天使になる決意をする少女コレット、彼女を守らんとする少年ドンドン、そして導かれる勇者たち。長く果てしない旅が今始まる。フル 3D で表現されたグラフィック、また戦闘、移動、対話等のシステムもさらに向上。そしてテーマソングには Day After Tomorrow を聴く。豪華声優陣を輩した今回、新たな要素も加わりあなたを魅了する。
任天堂ゲームキューブ用ソフト「テイルズ・オブ・シンフォニー」ナムコより好評発売中。それは君と響き合う RPG。FF やった？テイルズも来たよな。あと PSO3 だろ？あ、バテンカイトス。RPG 多くね？いらっしゃいませ。そろそろかな。ゲームキューブ。世界は一つじゃない。俺は一人じゃない。君と響き合う RPG テイルズ・オブ・シンフォニア、今予約するとスペシャル DVD をプレゼント。ナムコ。世界は一つじゃない。私は一人じゃない。君と響き合う RPG テイルズ・オブ・シンフォニア、今予約するとスペシャル DVD をプレゼント。ナムコ。救われる。彼女を失えば。君と響き合う RPG テイルズ・オブ・シンフォニア。世界は救われる。彼女を失えば。君と響き合う RPG テイルズ・オブ・シンフォニア。ふざけろ。正義なんて言葉、ただただ口にすんな。二つの世界、二人の猫。誰かが犠牲になれなければ、人は幸せになれないのか。PS 専用ソフト、ナムコ、テイルズ・オブ・シンフォニア、7140円で9月22日発売。予約キャンペーン実施中。すごく嬉しくて、泣きたいくらいなのに、私、涙も出ない。二つの世界、二人の猫。誰かが犠牲になれなければ、人は幸せになれないのか。PS2 のソフト、ナムコ、テイルズ・オブ・シンフォニア、7140円で9月22日発売。その劣悪種の痛み、存分に味わえ、地獄の豪華でな。二つの世界、二人の巫女。誰かが犠牲にならなければ、人は幸せになれないのか。PS2 のソフト、ナムコ、テイルズ・オブ・シンフォニア、7140円で9月22日発売。シリーズ待望の最新作テイルズ・オブ・リバース、12月16日発売。今予約するとスペシャル DVD をプレゼント。世界は再び
生まれ変わることができるのでしょうか。テイルズ・オブ・リバース。私も行きます。ベイグの力になりたいから。仲間たちが戦っているから。力つかさどるもの、力つかさどるもの、2つの種族が織りなす最短の物語。プレイステーション2用ソフト、ナムコテイルズオブリバース、12月16日発売。スペシャル DVD がもらえる予約キャンペーン実施中。大好きな人たちと憎み合って生きるのは死ぬのと同じくらい辛いことだって思うから。力つかさどるもの、力つかさどるもの、2つの種族が織りなす最短の物語。プレイステーション2用ソフト、ナムコテイルズオブリバース、7140円で好評発売中。ゲームボーイアドバンス。時空笛シリーズキャラ勢ぞろい。着替えたらさあ旅立とう。テイルズ・オブ・ザ・ワールドなりきりダンジョン3。ナムコ。変わらぬ強さ、変わらぬ思い、永遠と絆の RPG PSP テイルズ・オブ・エターニア。ナムコ。ダービータイム、テイルズ、シトフォー、ハルカ、ブリーチ、主役アゼル型、三国志、ワイパウト、避難島、新天魔界、ムバトレ伝説の号、ミンゴルディッチム、そう。広がる、広がる。だいぶ、広がってまいりました。PSP。残念と森が風間人、チュー、マルキュー。ヒーロー、てんこ盛り。ナムコクロスカプコン、5月26日発売、サントラ CD プレゼント。ナムコ。を紡ぎ出すテイルズオブレジェンディア予約キャンペーン実施中。あなたの力はみんなを幸せにするためのものよ。絆が伝説を紡ぎ出すテイルズオブレジェンディア。あなたの力はみんなを幸せにするためのものよ。倒して二人を救い出す。信じて。絆が伝説を紡ぎ出すテイルズオブレジェンディア。たとえ何であろうと俺たちの大切なものを傷つける気なら許しはしない。絆が伝説を紡ぎ出す RPG、 ナムコプレイステーション2用ソフトテイルズオブレジェンディア、8月25日発売。ただいま予約キャンペーン実施中。生まれた意味を知る RPG テイルズオブジャービス予約キャンペーン実施中。ナムコ。2000年前の歌が俺を大人に変えていく。テイルズオブジアビス、ナムコ。テイルズオブシリーズ10周年記念タイトル。生まれた意味を知る RPG ナムコテイルズオブジアビス好評発売中。
強い力をください。クレスは俺の親友だからな。シズはもう泣きません。僕たちはこの世界を守りたい。テイルズオブファンタジアフルボイスエディション。強い力をください。クレスは俺の親友だからな。シズはもう泣きません。テイルズオブシリーズの原点がフルボイスで蘇る。プレイステーションポータブル用ソフト、テイルズオブファンタジアフルボイスエディション、バンダイナムコゲームスより好評発売中。僕たちはこの世界を守りたい。魂を呼び覚ます RPG テイルズオブザテンペスト。魂を呼び覚ます RPG テイルズオブザテンペスト。赤き結晶が輝くとき、もう一人の僕が目覚める。騒乱の幕開けで繰り広げられる迫力のバトル、テイルズオブザテンペスト。俺の大切な人たちがいる。この世界を守りたい。新しい運命が動き出す、テイルズオブデスティニー。たとえ何度生まれ変わっても必ず同じ道を選ぶ。新しい運命が動き出す、テイルズオブデスティニー。リア、俺の大切な人たちがいる。この世界を守りたい。ハンタとの旅、悪くなかったわ。今新しい運命が動き出す、名作を完全セルフカバー、テイルズオブデスティニー。予約キャンペーン実施中。主人公は君自身。どんなに苦しい時だって心の前に。テイルズオブザワールド、メディアントマイソロジー。みたいなすごい英雄に。運命を解き放つ RPG テイルズオブデスティニー2。私はカイルに出会うために生まれてきたのだから。頼む、消えたくないと言ってくれ。リアだ。運命を解き放つ RPG テイルズオブデスティニー2。夢、愛、そして仲間たち、新たなるステージを目指してついに登場。はるか、台本間違ってるわよ。うわ、間違えた。XBOX 360ソフト、アイドルマスター、バンダイナムコゲームスよりナウオンステージ、アイマスですよ。アイマス、お前のその態度がクレアを追い詰めたんじゃねえのかよ。俺の何がわかる。リバース、最短テイルズオブリバース、予約キャンペーン実施中。私、旅に出るよ。あなたの日、この世界を救うために。どうも、ゼロスです。ゼイドです。ハニーたち、お待たせ。ついに出るぞ、ファンダムバリウム2。私たちの裏話がついに日の目を。困ったものです。テイルズオブファンダムバリウム2、予約してね。どうよ、今度のファンダム。なかなかですね。語られなかったエピソード、数々のミニゲーム、そしてなんとカードゲーム付き。初回生産分だけですけどね。テイルズオブファンダムボリューム2、パッケージは2種類。どうよ、今度のファンダム。やはりポイントはボイスアドベンチャーかと。だよな、シリーズの語られざる。私メインのストーリーもありますしね。自分好きかよ。テイルズオブファンダムボリューム2、夢の共演も。今から逃げてもどこへも行けない。
思いをつなぐ RPG テイルズオブイノセンス予約キャンペーン実施中。失いたくない、みんな。でもルカ、権力にまみれて声つくれた野郎が。時は来た。あんたどうかしてる。世界を遠ざけていたのは僕だった。テイルズオブイノセンス予約キャンペーン実施中。ねえ、何のゲーム？シューティング？アクション？何のゲーム？RPG。 ドラマがある、戦いがある、テイルズオブイノセンス RPG。 これがソウルエッジ。ぶった切りアクション賢者だ。俺にもっと力があれば。ソウルキャリバーレジェンズ発売中。全ては彼女と対等になるために。スタグ、リオ、両方の視点から描かれるもう一つのデスティニー。テイルズオブデスティニー、ディレクターズカット。マリアン、全て失ったとしても僕が君を守る。リオンの視点から描かれるもう一つのデスティニー。ありがとう、エミリオ。テイルズオブデスティニー、ディレクターズカット。心配かけてすまなかった。スタグ、リオ、両方の視点から描かれるもう一つのデスティニー。テイルズオブデスティニー、ディレクターズカット。お父さんとお母さん、フルマコスタのみんなをどうして殺したの。終わらない現実がここにある。テイルズオブシンフォニア、ラタトスクの騎士、予約キャンペーン実施中。みんなの形だ。ラタトスクが目覚めれば世界は滅ぶ。二人のことも、ロイドのことも信じたいわ。助けて。テイルズオブシンフォニア、ラタトスクの騎士。マルタ。失う前に気づいてほしい。ニューシングル、二人三脚。 Apex Tracks。 知ってる、世界には悲しいことがいっぱいあるって。夜が明けてく、今日が始まる、あなたが笑うこの世界、私にできる全てをかけて守る。いつだって法は権力を握る奴の味方じゃねえか。法が間違っているなら、まずは法を正すことが大切だ。 XBOX360 テイルズオブベスペリア。エステリア。君は手を汚す道を選ぶのか。選ぶんじゃねえ、もう選んだんだよ。 XBOX360 テイルズオブベスペリア。XBOX360 で初めてのテイルズに出会う。シリーズ最高の臨場感で綴る心揺さぶる旅が始まる。テイルズオブエスペリア。テイルズオブシリーズ最高傑作、次世代テイルズを XBOX360 で新価格で発売中。このゲーム機 XBOX360 じゃん。 XBOX360 だけでプレイできるテイルズ・オブ・シリーズの最新作が出たの。早速買っちゃった。テイルズ・オブ・ベスペリアは累計1000万本以上に売り上げた日本を代表する RPG ゲーム。シリーズ最大級の臨場感で続く心揺さぶる旅が XBOX360 で今始まる。早く一緒にやろうよ。え、二人でできるの？戦闘中は協力プレイができるの。よっしゃ。うわ、よし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 。あ、いけ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 。現在抽選で合計2003名様に豪華賞品が当たる XBOX360 までテイルズオブベスペリア購入者キャンペーンを展開中。詳しくは公式ホームページまで。
あなたも XBOX360 で初めてのテイルズに出会う。OVA テイルズオブシリーズの双璧がマスタークオリティで蘇る。新生マスタークオリティ。テイルズオブファンタジア The アニメーションブルーレイディスクボックス。制作当時の SD マスターは現在の最新技術でアップコンバート。映像現場本来の品質を極限まで追求した HD グランドマスター募集。テイルズオブファンタジア The アニメーションブルーレイディスクボックス。2008年9月26日音声。アクシンマスターコール。テイルズオブシンフォニーザアニメーション HD リマスター版ブルーレイディスクボックス。ハイディフィニションサイズでリマスタリングされたシルバーランド編が完全版として登場。さらに U4 テーブルによる新作の特別映像も収録。テイルズオブシンフォニーザアニメーションHD リマスター版ブルーレイディスクボックス。2008年9月26日音声。電撃魔王テイルズオブシリーズなど人気ゲームのコミックが大集結。珠玉のゲームコミック誌電撃魔王毎月27日降臨。オールドラント。俺ルーク・フォン・ファブレは仲間たちと共に星の定めを担う旅を始める。テイルズ・オブ・ジャウス10月より放送。見てくれよな。過去のことなんかいいだろ。俺は俺なんだから。ようやく見つけたわ裏切り者バンデステルカ。いけませんね。もっともっと命を大事にしては。ガイ様華麗に参上。あの子しちゃう。テイルズオブジャービス10月より放送。みんな見るですもん。主人公ルークは剣術の師を守ろうとしたその時瞬間移動を起こす。なんだ。不運にも敵国マルクト帝国に降り立った彼は自らの国に戻るため長く険しい旅を始める。俺が何をしようと俺の勝手だろ。あの大ヒットゲームをアニメ化。テイルズオブジアビス今夜放送。ミュージックフォーライフ。テイルズ・オブ・マガジン関東大特集でいくぜ。ジ・アビス発売間近のハーツも情報満載。好評連載中コミックベスペリア。テイルズ・オブ・マガジンボリューム3 1月10日発売。誰かのスピリアを犠牲にして世界を守るのが大人なら俺は子供でいい。君は私の知ってるシングじゃない。テイルズオブハーツ予約キャンペーン実施中。ここで逃げたら二度と琥珀に信じてもらえない。シング。触れ合う心が世界を変える。テイルズオブハーツ予約キャンペーン実施中。誰かのスピリアを犠牲にして世界を守るのが大人なら俺は子供でいい。テイルズ・オブ・ハーツ予約キャンペーン実施中。
命を懸けて君を守るから一緒に飛ぼう。それは新しいテイルズの世界。テイルズオブハーツ予約キャンペーン実施中。テイルズオブマガジン、今月も行くぜ。関東大特集ジ・アビス、最新ゲーム情報もいち早くチェック。コミック&小説も大人気連載中。テイルズオブマガジンボリューム5絶賛発売中。夢と絆を求め、君が伝説を作る。君のための RPG、 テイルズ・オブ・ザ・ワールド、レディアント・マイソロジー2。月刊コミックレックス。レックスは新連載構成、空を駆ける少女3等カラーで連載開始。私たちの活躍がコミックにも始まるぞ。そして紫久子先生のモイ、テレビ量産型先生のフォーミュラさんも連載スタート。あのカンナギのオリジナルドラマ CD が手に入る市場販売もあるぞ。レックス3月号は東方望月帳の表紙が目印、下敷き付きで絶賛発売中。2月発売のレックスコミックスはこれだ。一人者テイルズオブマガジン、話題のレディアントマイトロジー2を大特集。さらに盛り上がるジ・アビス情報。コミックベスペディアも絶賛連載中。テイルズオブマガジンボリューム6、2月号が発売。ついにテレビアニメ化された「テイルズ・オブ・ジ・アビス」がブルーレイ &DVD でリリース決定。初回特典はドラマ CD 付き。予約待ってるぜ。ダンナイビジョン、人類の未来か己の明日か、いずれか選べ。テイルズ・オブ・ジ・アビス、ダンナイビジョン。今月のアスカも表紙に今日からまだつく自由業。ドラマ CD と下敷きのダブル付録でマルマオンパレード。新連載はテイルズ・オブ・ジ・アビス、月刊アスカ6月号絶賛発売中。バラジョーとギアスのコミックスもよろしく。不景気なんてぶっ飛ばせ、不景気なんてぶっ飛ばせ、悪い流れをぶっ壊せ、宇宙の果てにファイファイファイ。ボーナス出たら XBOX360。僕と戦おう、本気でね。戦いが人の心を変えてゆく。テイルズオブバーサス、予約受付中。出会っちまったら戦うのがシグルスの宿命だ。俺はこの戦いをやめることはできない。互いの思いを刃に込めて。テイルズオブバーサス、ウォールブレイカーも極めろ。いつか法を正すから今は我慢して死ねって言うのか。人が人を裁いていいはずがない。もう選んだんだよ。プレイステーション3、テイルズ・オブ・ベスペリア。君の価値観だけで悪人全てを裁くつもりか。いつか法を正すから今は我慢して死ねって言うのか。プレイステーション3、テイルズ・オブ・ベスペリア。思いは全てこの剣に乗せる。いいぜ、来な。これ以上繰り返さずに済むような世の中を作りたいと思った。なら一緒に行くか。プレイステーション3、テイルズオブベスペリア。OVA テイルズオブシンフォニア The アニメーション、シルバラントソングス発売決定。シルバラント編のオープニング、エンディングテーマのほか、水木奈々がコレットとして歌ったキャラクターソングも3曲収録。初回限定版は DVD 付きで11月25日発売。テイルズオブシリーズ待望の映画化。もう嫌なんだよ、誰かが死ぬのは。迫られる選択の時。テイルズ・オブ・ベスペリア The First Strike。 戦いはゲームへと続く。テイルズ・オブシリーズ待望の映画化。もう嫌なんだよ、誰かが死ぬのは。迫られる選択の時。テイルズ・オブ・ベスペリア The First Strike。 戦いはゲームへと続く。俺は大人になったらそんなお前を守れるようになりたいと思ってた。今度こそ守ってみせるんだ。俺は絶対
お前を消させないと。テイルズオブグレイセス予約キャンペーン実施中。故郷を出るときに誓ったんです。もう誰も失いたくない、そのために強くなるって。俺は強くなりたい。いや、強くならなくちゃいけないんだ。累計1200万本突破、テイルズオブシリーズ最新作。話して、ソフィー。私はやらなくてはならないことをやろうとしているだけ。それが私の使命。使命ってなんだよ。そんな使命なら忘れたままでよかったじゃないか。守る強さを知る RPG テイルズオブグレイセス、12月10日発売。俺がみんなを守ろうと思った一番のきっかけはお前だ、ソフィー。全てを守りたいと思うのはそんなに無理なことなのか。ソフィー。守る強さを知る RPG テイルズオブグレイセス、豪華ダブル予約特典。守りたいホワイトウィシュス、12月9日オンセール。俺たちの魅力が満載のファンディスクが登場だ。座談会や新作スキット風アニメなど、ここでしか見られない企画が盛りだくさん。絶対見逃せないよな。テイルズ・オブ・ジアビススペシャルファンディスク。おすすめセレクション、実際にプレイした人におすすめされているソフトをセレクトしました。428封鎖された渋谷で、おぼろ村正、アークライズファンタジア、ファミリースキー、ワールドスキー&スノーボード、ワンピースアンリミテッドクルーズエピソード1、テイルズオブシンフォニア、ラトトスクの騎士、ドラゴンボール Z スパーキングメテオ、 Wii、 みんなのおすすめセレクション。あの頃の俺たちは道を探してあがいていた。俺たちが任務に就いたのは辺境の町シゾンタニア。その町の穏やかな暮らしを守るのが俺たちの役目だった。赤く染まるエアル、凶暴化する獣たち、暴走するブラスティア、何かが起きていた。信じるもの、守りたいもの、託されたもの、自分がなすべき道のために、俺たちは剣を抜く。大人気 RPG 初の映画化、全ての物語はここから始まる。正義を貫け。テイルズオブベスペリア、ザ・ファーストストライク。
できるかよ。逃げないで、正面から向き合わなきゃ。テイルズオブファンタジア、なりきりダンジョンクロス、予約キャンペーン実施中。奥花子、ガラスの花、ミュージコで着歌フル独占先行配信中。携帯で検索。強くなんかないさ。弱いからこそ信じるのかもしれない。プレイステーション3で君を守る強さを知る、テイルズオブグレイセス F。 今予約するともらえる豪華3大予約特典。俺はお前と生きると決めたんだ。信じるのは当たり前だ。共に行きましょう。悲しみのない永遠を。テイルズオブグレイセス F。 今予約するともらえる豪華3大予約特典。俺はお前と生きると決めたんだ。信じるのは当たり前だ。共に行きましょう。悲しみのない永遠を。テイルズオブグレイセス F。 プレイステーション3。戦争をしたり奪い合ったり欲しがったり、みんながみんな別々の方向を見てる。世界中は寂しがってないかな。あなたをギルドアドリビトムの一員として迎えるね。ちょっとあんたふざけてんの？その勝負受けて立ってやる。アイル無事だったか。さあ行くよ今。続いてきた記憶、今度は私たちが希望を届けなきゃ。生きてみんなでいっぱいの可能性を学んで。お帰りなさいませ。